プログラミング思考の変数という概念を活かした考え方。はい、まず一つ目が、変数を定義して使うテーマという名前の箱に自然という文字を入れ込んでいると。箱の名前を書くと、その中身が呼び出されます。つまりここは自然についてのエッセイを書いてください。変更箇所が少なくなるよというメリットがあります。もう一つの変数の活かし方。変数で保管させて使う曖昧だった過程をですね、自律的に作り込んで具体化している。ゴールから逆算して、その過程を飼育する。まあ、ゴール飼育プロンプトと言われております。こんにちは。業務改善プログラマーのカジムです。今回からは、プロンプトのテクニックに入っていきたいと思います。前回までは、プロンプトの本質の部分を話しました。前回の話が特に重要です。プロンプトとは何なのか。重要なのは相手が何者かをしっかり明確にすると。それさえできればテクニックはいらないということを、プロンプトシリーズの動画でお伝えをしました。では今回のシリーズ全般的なことを言うと、基本的な操作とか、使い方っていうところには一切触れていません。それよりももっと根本的な考え方をお伝えできたらというふうに思っております。全体を通して目標は皆さんのベースとなる考えを作れたらいいなというふうに思っています。では今回のテクニックというシリーズです。この目標としてはですね、プロンプトのシリーズ動画で言った分かりやすく説明するという以外のテクニックをお伝えできたらなというふうに思っております。まあ、どういうことかっていうと、前回はですね、まあプロンプトというのは一人分かりやすく説明をする。一人分かりやすくするとは何ぞやっていうと、まあこのような組み立てで話せばいいんじゃないかと。そしてここの枝分かれしている部分を、まあ世間では一般的にテクニックと呼んでいるんでしょうというふうにまとめをしました。で、今回は、まあ、ここに収まりきらないようなテクニックっていうのがあるので、まあ、それをですね、まあ、プログラミング思考を活かしたテクニックなんですけど、これを紹介できたらなというふうに思っております。では、まず、プログラミング思考の変数という概念を活かした考え方を紹介したいと思います。まあ、変数とは何ぞやっていうとこなんですけど、簡単に言うと、まあ、情報を入れておく箱というふうに思ってください。じゃあその情報が入った箱をどんなふうにプロンプトに活かすのかっていうのは大きく2つあるかなというふうに思っております。はい、まず1つ目が変数を定義して使うという方法です。今ですね、ここの四角いところを見ていただくと、ここはですね、プロンプトになります。まあ、前の動画で紹介したマークダウン記法というところを利用して書いております。で、このプロンプトは何をするプロンプトなのかというと、テーマについてエッセイを書くというプロンプトになっております。ここの部分ですね、変数の定義という見出しのところを見ていただくと、ここに今、テーマというふうに書いて、自然と書いております。これがですね、テーマという箱、テーマという名前の箱に自然という文字を入れ込んでいるというふうなところになります。じゃあそのまま下に行くとですね、何やら、括弧で囲んでテーマというふうに書いております。で、続けてについてのエッセイを書いてくださいというふうにあります。で、これ、まあ、このドルマークいらないかなとは思うんですけど、この括弧で囲んで変数名を書く。箱の名前を書くと、その中身が呼び出されます。まあ、つまりここは、自然についてのエッセイを書いてくださいという風に捉えてくれるんですね。じゃあ同様に手順のところも、1、自然についての基本的な。2、自然が人間の生活に与える。3、自然を保護するという風に読み上げてくれるんですね。じゃあこのように、箱にですね、情報を入れて、このようにですね、セットすると何がいいのか。まず一つがですね、変更箇所が少なくなるよというメリットがあります。例えば、これ自然じゃなくて動物っていうテーマに変えたいってなったら、この自然というところを動物と書き換えればそれで終わりです。そうなれば、ここにですね、動物というふうに入って、ここにも動物というふうに入っていきますと。で、こうすることによって、まあ、保守性がアップする。まあ、運用しやすくなる。
このプロンプトを、まあ、運用しやすくなるよというところがあります。まあ、仮にここですね、全部そのまま自然と書いておいて、やっぱ動物に変えようってなった時に、これ4箇所手修正をしなきゃいけません。まあ、これがたくさんあるとかなりちょっと大変だなということがわかるかなと思います。そしてもう一つのメリットとしては、汎用的なプロンプトに有効だということです。まあ、これはエッセイを書くプロンプトなんですけど、他にエッセイを書きたいっていう人がいたとします。そしたらこれを渡せばですね、使う側からすると、このテーマを変えるだけ、この変数の中身を変えるだけでいいと。ここだけ意識すればいいので、かなり使いやすいプロンプトになっていますよね。なので、これは汎用性がアップするんですね。このように変数を定義して使うっていう方法がありますよと。で、変数を定義して使う時のポイントなんですけど、変数の名前です。箱の名前は連想しやすい名前がいいですよというのがあります。これはどういうことかというとですね、少し前回のプロンプトシリーズのお話に戻ります。文章の生成をする仕組みとしてこのように言いました。次に来る確率が高い文字をつなげていくと。例えば今日はの後に続く選択肢の中で一番確率が高い文字を選んで、で、それを繰り返していって文章が生成されていくというふうに言いました。実はここがポイントになります。じゃあもう一度、箱の名前は連想しやすい名前がいいよということなんですけど、例えば箱の名前って今私テーマというふうにつけていますけど、別に X でもいいわけですよね。まあ私も X でもいいかなというふうに思うんですけど、先ほどの次に来る確率が高い文字を生成していくっていうところで言うと、テーマと X をこう比べたときに、どっちが次の文字を推測しやすいかっていうところになるんですね。つまり、この後引き寄せる言葉を決めているというふうに思うと、どっちがいいかということなんですね。例えばこの中にテーマというふうにあると、まあこの先に連想される言葉、まあこの後その推測に影響するって考えると、X という文字よりもテーマの方がなんとなくいいんじゃないかなと思いますよね。なぜならテーマというのはテーマ自体に意味を持っています。X っていうのはまあ何も意味を持っていない。なので、まあ、この後ですね、こう、引き寄せる、言葉を、こう、決めている、文章が生成する方向性を決めているっていうふうに考えると、まあ、この箱の名前も意味がない文字よりかは、連想がしやすい名前をつけるといいんじゃないかな、というふうに思います。そして、変数を定義して使うという場面なんですけど、どういった場面かというと、目的達成までの過程が明確になっている時がいいと思います。なぜなら結論から言うと変数にする部分、箱に入れる情報に当たる部分っていうのは汎用的な部分だからなんです。例えば今回のプロンプトっていうのはですね、もうこのエッセイを書くっていうのを達成するために、まあ、基本的な説明とか人間の生活に与える影響とか保護をする重要性とかっていうふうにもう手順がしっかり決まっている。つまりゴールまでの過程がしっかり決まっているんですね。そして、その中から汎用的な部分を抽出して、それを箱にして、その中に情報を入れると。つまり、これを変数化するというふうな流れになるんですね。で、少し簡単にカレーで例えますと、まあ、ざっくり言うと、まあ、材料を切って炒めて煮るというような、このようなしっかりしたゴールまでの過程がもう決まっています。あとは材料が玉ねぎなのか、じゃがいもなのかっていうところですよね。こんな風に目的達成までの過程が明確になっている場合、その過程の中で汎用的になっている部分を変数として扱う、変数として定義して使うという風な流れになります。これが変数を定義して使うというお話でした。では逆に、ゴールまでの過程が曖昧な場合はどういう風にしたらいいのかっていうと、もう一つの変数の活かし方、変数で保管させて使うという方法です。例えばですね、野球選手になるにはどうしたらいいでしょうか。これって明確な手段ってないですよね。でもこの方法だったら、まあ、具体的にそれを回答してくれるよっていうのがこの
保管させて使うというところになります。つまり、ゴールまでの過程が曖昧であっても、具体的な回答を導ける考え方というふうになります。では、まずこの四角の中のプロンプトを見ていきたいと思います。まず、変数定義をしています。これは、先ほどの話です。ゴールという名前の箱に野球選手になりたいという文字を入れております。そして、目的は、ここですね。ゴール、つまり野球選手になりたいを達成するためにというふうになります。あと、ここはゴールというのはもう野球選手になりたいという文字が入り込むと思ってください。で、今回の考え方で重要なステップはこの黄色の部分になります。まずは文章を読み解いていきたいと思います。次のスライドでは図を通して説明します。ざっくり言うと、最初目標の詳細化、次に目標の再定義、次に実行計画となっています。じゃあまず目標の詳細化。これはですね、野球選手になりたいの達成に必要な手順を分解し、それに基づいて関連する変数を動的にわーっと書いています。まあ、つまりは、野球選手になるために必要なことをリストアップしろと言っています。で、リストアップしたら、その情報を変数という箱にそれぞれ入れ込んでよっていう風に言っているんですね。じゃあ次に、二つ目、目標の再定義。生成された変数を用いて、野球選手になりたいをより詳細かつ実現可能なサブゴールに再定義しますって書いてるんですけど、さっきリストアップした情報をもとに、目標を考え直せって言ってるんですね。まあ、最初の野球選手になりたいという目標を細分化したので、その細分化したものを目標として再定義しろというふうに言っています。で、最後はですね、再定義された目標に対する具体的なアクションプラン。まあ、ここで立てたサブゴールをですね、達成するためにはどうすればいいかっていうところを出せって言っています。では、これをですね、図で、説明したいと思います。で、右側が GPT で出した結果になります。まず、赤いところに注目をしてください。これは目標を詳細化しています。野球選手になるために必要なことを分解して変数に入れております。例えば体力トレーニングの強化が必要だよと。で、それをフィジカルトレーニングという箱に入れております。で、野球技術の習得とか、まあ、メンタルトレーニングの実施とかが必要でそれぞれの箱に入れましたというのが目標の詳細化です。まあ、ここですね。変数を作っていると。野球選手になりたいからスタートして今ここに赤いところにたどり着きました。で、次に二つ目、目標の再定義をしています。まあ、それぞれの必要なことに対して、それに向かって目標を立てなさい。例えば体力トレーニングの強化なんで、それを達成するためにはプロレベルの体力を身につけるというゴールを今設定しました。そして野球技術の習得が必要なら、野球の基本技術をマスターするというのを目標にしました。こんな風に野球選手になりたい、そのために、細分化したところを目標として再定義しています。で、最後、それぞれのサブゴールを達成するために、どうすればいいかっていうのをここに出させています。この緑の部分ですね。週に5回体力トレーニングをスケジュールしろとか、少なくとも2試合、月に2試合出場しろというふうに言っています。で、これ何をやっているのかというと、つまり、曖昧だった過程をですね、自律的に作り込んで具体化しているんですね。まあ、過程を作り込んでいる。こういう考え方になります。で、もし目標だけ、野球選手になりたいということだけだったらどうなっていたかというと、まあ、こちらがその結果ですね。過程を作り込んでいない場合。まあ、こんな風にざーっと出てくるんですけど、こちらの具体的に出たものとこちらで比較してみるとですね、例えば、先ほど、週5回トレーニングしろと言ってるところを、こっちの過程を作り込んでいない場合だと、定期的にっていう風に言ってるんですね。週5回と具体的に言ってることに対して、この過程がない場合は定期的っていう風に言うんですね。定期的なフィットネスをしろと書いています。そして、先ほどスクールに入って専門性を高めろって書いてたんですけど、こっちの過程を作り込んでない場合は、先生を見つけて教えてもらえっていう風に言ってるんですね。で、先ほど地域リーグで月2回試合は出ろよって言ってるけど、こっちではですね、できるだけ多く試合に出ろ
というふうに曖昧になっているんですね。で、なぜ過程をこう作り込むと結果が具体的になるかというとですね、先ほど言った次に来る確率が高い文字を生成するという仕組みが発揮されているんですね。で、要は、言葉の連想ゲームだというふうに言ってる人もいます。なので、ここの過程ですね、間をこう作り込む、変数で足りない情報を保管することで、まあ、この後出てくる文章の方向性が、具体的になっているということです。なので、私がこの見せた、プロンプトそのものが重要ではなくて、この今、間を作り込むことで、この先の出力する文章の方向性を具体的にし、より具体的な回答を求めるっていう、この考え方が肝です。なので、ゴールまでの道のりがわからないなら、道のりをゴールから逆算させて自律的に作り込ませる。すると答えが具体的になるよというのが、この変数で保管させて使うという方法になります。まあ、間を作り込めば変数じゃなくてもいいとは思いますけどね。で、実はこれに名前があります。目標、ゴールから逆算して、その過程を探し求めるということで、シークする。まあ、ゴールシークプロンプトと言われております。で、こちらは、林俊介さんという方がですね、考案したプロンプトの使い方になります。私もおちょこちょこ彼のですね、考え方を参考にさせていただいています。彼はですね、もっと高度なことをやっております。で、今回紹介したとこは、まあ、そこの原則的なところを抽出して出したところになります。ではですね、今回はプログラミング思考の変数という概念を活かした、テクニックを紹介させていただきました。また次の動画でも紹介したいと思いますので、またぜひ見てください。それではまた次の動画で。